ヘンリー・クレイは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。ラファイエット級原子力潜水艦の8番艦。艦名は、ヘンリー・クレイにちなむ。ヘンリー・クレイの建造は、1961年2月3日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1961年10月23日に寄港した。 1962年11月30日にグリーンビー・ギブソン夫人によって浸水し、1964年2月20日にブルーハン艦長トーマス・エイ・ブライス中佐及びゴールドハン艦長ジョン・シー・ルイス中佐の指揮下収益した。1986年12月にゴールドハンが乗り組んだヘンリー・クレイはイギリスのプリマスを訪問した。 この訪問は1985年4月から1987年10月までにゴールドハンが行った唯一の訪問であった。1985年から1987年までのヘンリー・クレイの公会長はゴードン・ヘンドリック、機関長はビル・ヘイズ、法来長はマイケル・マクガリティであった。1987年ヘンリー・クレイのゴールドハンは 抜き打ちの原子炉保安検査を受けた。当時の艦長は、エドワード・オレン、副長は、ドン・ヘイズであった。ヘンリー・クレイの評価はエクセレントであり、大西洋艦隊において、この評価を受けたのは2隻のみであった。ヘンリー・クレイは1990年11月5日に、退役、除籍され、1997年9月30日に、ワシントン州ブレマートンで、 原子力艦再利用プログラムに従って解体された。ありがとうございます。